化け物級ラノベが大量発売ということで、今回は3月下旬発売の注目ラノベをまとめて紹介しちゃいます。今回は MF 文庫 J の大人気シリーズがバンバン発売したり、アニメ2期が制作決定して話題の薬屋の独り言の最新刊も発売となります。まあ今話題のラノベね、たくさん登場してきますので、ぜひこの動画でラノベの最新情報をゲットしていってください。それではやっていきましょう。最初は3月25日発売の MF 文庫 J からです。シリーズ続刊タイトルからいきましょう。まず紹介するのはこちら、シャーロックアカデミーの第3巻です。学園推理バトルラノベとして昨年からスタートした本シリーズ、早くも第3巻が発売となります。日本で唯一国家探偵資格を取得できる探偵学園を舞台に、探偵を目指す少年少女が様々な事件に挑んでいく本作。まあ、事件の推理要素を太文字にしたりして、まあ、読者にも分かりやすいように表現したり、作中でね、ちょっと近未来的なガジェットを取り入れることで推理バトルとしても面白く仕上げているっていうのが特徴です。まあ、ケレン味がかなり強いので本格ミステリーという感じではないんですけど、熱い推理バトルは必見です。最新刊では探偵学園の実技テストとして街中で発生する大量の模擬事件を解決すべく主人公たちがチームを組んでいくという展開となるようです。ただね、その模擬事件の中に本当の事件が混ざっていてといった感じで、全く新しいミステリー展開となっていきます。まあ、新機軸のエンタメ探偵ミステリーが読みたい方は本シリーズチェックしてください。続いてはこちら、人外教室の人間嫌い教師第3巻。こちらは MF 文庫 J から発売しますが、サイズとしては単行本サイズとなっています。前巻発売は2022年の8月ですので、約1年半ぶりの新刊発売です。作者は二次三次所属の VTuber、クルス夏目さんですので、まあ、VTuber 活動と並行して小説の執筆するっていうのはね、ガチで大変だと思います。しっかり新刊が発売になってよかったですね。本作の舞台は人外の存在が人間になるために勉強する不思議な学校、人間関係にトラウマを持つ青年が新任教師として転職してくることから物語が始まります。まあ、人外の少女たちとの学園コメディをベースにしながら、なぜ彼女たちは人間になりたいのかというヒューマンドラマが感動的な内容となっています。まあ、動物が人間になるっていう展開はそれこそ古くからある物語のフォーマットですので、確かな面白さがあります。まあ、人外少女たちとの交流を経て人間嫌いの主人公が成長していく中、最新刊は新年度が開幕、新しい生徒との絡みなんかもありそうですね。さらに主人公のトラウマの原因でもあるかつての教え子が新任教師として登場したりと、主人公にフォーカスされた物語も展開しそうです。まあ、作者が現役 VTuber ということで色眼鏡で見られることも多そうですけど、確かな面白さのある素晴らしいシリーズになっていますので、この機会にぜひ読んでみてください。続いてはこちら、探偵はもう死んでいる11巻、 MF 文庫 J の主軸にもなっている大人気シリーズの最新刊。今回の表紙めちゃめちゃかっこいいですね。まあ、君塚とシエスタが背中合わせになっていますが、これまでの表紙の対比がいい感じです。ミステリアスな探偵シエスタとの出会いから始まった壮大な物語が面白い本作。まあ、一見すると探偵ミステリものかなと思わせてから、まあ地球外のね生命体とバトルしたり、世界を構築する特殊設定があったりと、スケール感がどんどん拡大しているのも本作の特徴です。ここ数巻では虚空歴録編というエピソードが展開していまして、世界を巻き込んだ物語が進んでいます。そして今回でそのエピソードはクライマックスということで、これまでの戦いに決着がつくようですね。物語の鍵を握るのは主人公の君塚。あらすじを読む感じ、君塚の身にとんでもないことが起きそうですので、もう一段階物語のスケール感が広がりそうな感じがします。果たしてハッピーエンドを迎えることができるのか、そしてシリーズとして今後どういう物語になっていくのか、かなり重要な巻となりそうですので、シリーズファンは要注目です。それと今回ですけど、海坊主先生の画集も同時発売となります。海坊主先生は丹模氏がイラストレーターデビューですからね、これまでの軌跡をたどる一冊になりそうです。書き下ろし小説もね収録されますので、シリーズファンはこちらの画集も要チェックです。続いてはこちら、リゼロから始める異世界生活37巻、リゼロ最新刊が来ました。今回は MF 文庫 J かなり熱いですね。皆様ご存知、死に戻り系異世界ファンタジーの最新刊、刊行ペースが安定しているので関数もすごいことになってきましたね。まあ、リゼロは現在第8章まで進んでいますが、まあ、実質ね第7章と地続きの物語ですので、かなり長いエピソードになっています。帝国の存亡をかけた戦いは最終局面に突入、おそらく次の巻で第8章もね完結になるのかなって感じがします。長いエピソードな分、クライマックスの盛り上がりはかなりすごそうですね。
まあ、それと今回ですけど、短編集の第10巻も同時発売となります。今回は表紙を飾ったフェルトとラインハルトをメインにした短編集となるようです。前編ウェブ未掲載のストーリーですので、本編と合わせてシリーズファンはこちらの短編集も要チェックです。まあ、リゼロはね、テレビアニメ第3期が2024年10月放送だと発表されましたし、まあ、今年はかなりアクセルかけてくるんじゃないでしょうか。まあ、アニメ3期のエピソードはね、原作でも屈指の盛り上がりどころですので、どんな映像になっていくのか、今から楽しみです。MF 文庫 J のシリーズ続巻タイトルはその他にも、また殺されてしまったのですね、探偵様第5巻も発売となります。このシリーズも変則的なミステリー作品です。シリーズファンはこちらもお見逃しなく。以上、MF 文庫 J のシリーズ続巻タイトルを紹介しました。続いては新シリーズの注目作を紹介していきましょう。まずはこちら、黒幕ゲーム。学園の黒幕ですが、完全犯罪で世界を救ってもいいですか？こちらの新作、作者はライアーライアーの久保春樹先生です。ライアーライアーシリーズは昨年完結したばっかりですが、早くも新シリーズを立ち上げてきました。イラスト担当は高谷キー先生が担当。これはかなり気合が入った新作ですね。本作は異能要素のある学園ものになるようです。人類が異能力に目覚めた現代。本作の舞台は異能力犯罪に対抗するべく生まれたハンターと呼ばれる人材を育てる学園となっていきます。そして主人公は未来史の異能力を持っていて、とある目的のためにそのハンター育成学園で暗躍を始めていくというストーリーとなるようですね。まあ、どうやら主人公は世界が滅びてしまう未来を見てしまったようで、まあ、その未来を回避するためには学園内部で完全犯罪組織の黒幕にならなくてはならないようです。まあ、目には目をじゃないですけど、世界を滅ぼす真の黒幕を見つけ出すために、自分自身が黒幕として動くっていうわけですね。まあ、いろいろな才能を持ったヒロインたちと秘密の組織を結成していくようで、学園を舞台にした暗躍ストーリーが楽しめそうです。まあ、未来改変要素に加えて、異能力事件を操作するサスペンスアクション的な面白さもありそうですので、いや、かなり新しい方向の物語ですね。まあ、試し読み読んでみた感じ、学生たちにランクが割り振られていたりと、ライアーライアーっぽいところもしっかり取り入れた内容となってました。いや、これね、かなり要注目な新シリーズになりそうです。気になった方はぜひチェックしてください。続いてはこちら、消せる少女。いや、何やら切なげな表紙の新作が来ましたね。この新作の作者は天崎ミリト先生です。イラスト担当はナグ先生ですので、このタッグは久しぶりですね。こちらのタッグ、星降る夜になったら以来です。まあ、この作品発売したの結構前なんですけど、今でも人気の高い青春ラノベです。まあ、自分も読んでいるんですけどね、エンディングがとにかく切なくて、胸が苦しくなる名作でした。まあ、そんなタッグが送る新作のテーマは、切なくて愛しい逃避行ということで、これまた胸が苦しくなる物語になりそうですね。本作は漫画家を目指している少年と不思議な少女が出会って始まるボーイミーツガールとなっているようです。まあ、主人公の漫画のファンを公言するヒロインと一緒に大切な日常を過ごしていく温かい物語となるようですが、当然それだけで本作は終わりません。主人公とヒロインは記憶や思いが少しずつ消えてしまう状況に巻き込まれていくようで、まあ、そこから切ないストーリーとなるようですね。消せる少女っていうタイトルがどういう意味を指しているのか気になります。個人的に気になるのはね、今回のエンディングがハッピーエンドになるのかビターエンドになるのかってところですね。まあ、ビターエンドもね、悪くないんですけど、やっぱりハッピーエンドが好きなので希望のあるエンディングになってほしいです。個人的に楽しみにしている新作ですので、当然自分は購入予定です。以上、 MF 文庫 J の注目ラノベを紹介しました。続いてはその他レーベルの注目作品をまとめて見ていきます。今回は月末発売の4作品をピックアップしていきます。まずはこちら、 GC ノベルズから3月29日に発売となる乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です13巻です。テレビアニメ化もしている人気の異世界ロボットファンタジーの最新刊。なんとこのシリーズ今回で堂々完結ということで、シリーズはクライマックスを迎えます。まあ、女尊男卑な乙女ゲー世界へのゲーム世界転生ファンタジーということで、なかなかね、色物的な始まりとなっていた本作。さらにね、がっつり人型兵器でのバトルがあったりと、タイトルからは想像できない物語で読者の度肝を抜かしましたよね。まあ、主人公のリオンが逆境から成り上がっていくカタルシス満点な逆転劇が面白くて、スカッと爽快な物語が最高でした。最新刊ではね、人類全体を巻き込んだ大規模な戦争が勃発し、激しい戦いが繰り広げられていきます。このシリーズね、コメディ的な要素もあるんですけど、舞台設定かなりシリアスですし、バトルのところもね、相当熱いんですよね。果たしてね、物語がどんな結末を迎えるのか、ウェブからの過失修正なんかもあると思いますので、シリーズファンはお見逃しなく。あとはね、テレビアニメの第2期に関しても、そろそろ新情報欲しいですよね。
続いては GC ノベルズの新作から注目作品を紹介します。狩猟魔術の容疑者。こちらの作者は昨年誰が勇者を殺したかで話題となった打研先生です。今回は表紙やタイトルからもわかる通りミステリー系なサスペンス作品が発売です。イラスト担当はミステリー界隈では引っ張りだこなエンタ志保先生が担当。これはかなりガチですね。まあ、本作の舞台は各地で反乱が勃発した巨大な王国、滅亡の危機が訪れた王国ですが、突然アンデッドの軍団が反乱軍を襲い次々と鎮圧していきます。禁忌とされる狩猟魔術を扱ったのは誰なのか、容疑者の行方を追うミステリー的なストーリーが展開するようです。ただ本作ですけどウェブ掲載の方を調べてみるとミステリーやサスペンスではなくヒューマンドラマ寄りな内容が面白そうな感じでした。まあ、誰が勇者を殺したかも表側はねミステリー風でしたけど読んでみたらがっつり感動したので今回もそういう方向が楽しめそうです。それとね、打研先生の作品は物語の裏側が明かされた時に見えているものがひっくり返る展開も多いのでそういうところにも期待です。まあ、これもねかなり楽しみな新作ですので自分は本作購入予定です。続いては3月29日発売のファミ通文庫の単行本サイズから、仕事が終わればあの祝福で、こちらを紹介します。この新作表紙だけ見るとねどんな物語なのかさっぱりわからないですよね。お仕事ものなのかなって感じもしますけど、キャラは背中を向けてますし窓の外にはねなんか光ってるものもあるし、まあ、どんな内容なのか謎ですよね。まあ、そんな本作ですけど実はねゲームのエルデンリングの公式ノベライズとなります。まあ、死にゲーとしてね大ヒットを記録しているゲームですが、今回の小説はそのゲームをプレイする現実世界の物語となっていきます。本作の主人公はコミュニケーションが苦手なのに営業職になってしまった社会人。そんな主人公の日々の楽しみはゲームだけで唯一の癒しみたいです。なんかめちゃめちゃ親近感湧きますね。そしてある日エルデンリングの攻略サイトを見ていたのを先輩社員に見られたことから、なぜかその先輩社員にエルデンリングの攻略方法を教えることになるという展開となるようです。まあ、エルデンリングをきっかけに人生が変わっていくっていうストーリーなわけですね。まあ、この手のねゲーム×ヒューマンドラマだとファイナルファンタジーをテーマにした光のお父さんを生み出しますね。こういうねゲームをテーマにした現実世界のエンタメは個人的にかなり好きなので本作もねかなり気になります。まあ、ただねエルデンリングね自分ちょっとやったことないのでエルデンリングあるある的なものがどれくらいあるのか気になります。まあ、そこら辺は試し読みなんかで確認しようかなと思っています。そしてラストはこちら、3月29日にヒーロー文庫から発売となる薬屋の独り言15巻です。大ヒットを飛ばしている薬屋最新巻が発売。シリーズ累計は3300万部を突破したようで、ラノベのシリーズランキングでもなんとテンスラに続く第2位となっています。まあアニメがね大ヒットしたわけですが、なんとねアニメ最終回で2025年にアニメ2期が放送決定と発表されています。まあこのタイミングでもう来年放送予定ということは、まあ、最初からね2期前提の企画だったと思うので、いや相当力入れてますよね。まあ、実際ねクオリティもバチバチに高かったのでシリーズファンは大歓喜だったでしょう。まあ、主人公のマオマオがね女子中学生に超人気なんていうマイズバレベルの噂を聞いたりもするんですけど、実際どうなんですかね。まあ、そんな噂が出るくらい薬屋の独り言は大ヒットしているっていうのは間違いないでしょう。まあ、そんな勢いに乗りまくっている薬屋ですが、鉄は熱いうちに打てと言わんばかりに新刊が発売です。最新刊では国を揺るがすような人物が病に侵され、投薬実験と外科手術が物語の鍵となっていくようです。まあ、表紙のマオマオの力強い目つきからなんかね決意のようなものが見えて、どんなストーリーになるのか楽しみです。ここからさらにね盛り上がっていくシリーズですので、アニメを楽しめた人は原作ラノベの方をぜひ読んでみてください。以上がその他レベルの注目作品なんですが、今回はね詳しくは紹介しないんですが、2点ほどアニメ化タイトルをピックアップします。転生したら剣でしたら17巻、そして小説機動戦士ガンダムシードフリーダム下巻、こちらの2作品です。まあ、転生したら剣でしたは言わずと知れたバトルファンタジー作品ですね。そしてねガンダムシードの方は大ヒット中の劇場アニメのノベライズです。上下巻構成の下巻が3月26日に発売です。ガンダムシードフリーダムはね後半がねマジでフリーダムしてるので、小説でそこら辺の描写がどうなっているのか地味に楽しみです。こちらの2作品もね気になった方は要チェックです。以上注目ラノベの紹介でした。はい、ということで今回は3月ラストの新刊ラノベ紹介でした。今回はね大ヒットシリーズが盛りだくさんでかなり濃ゆいラインナップでしたね。まあ、皆さん的に今回のラインナップどうだったでしょうか。気になったラノベがありましたらコメント欄で教えてください。
以上、本動画はここまで。来週もね、新刊などで紹介していきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録しておいてください。それではまた次の動画で会いましょう。またね。